はい、お疲れ様です。 JRA のせいやです。ですね、東京大賞典の予想いきたいと思います。予想の前にですね、昨日のホープフルステックスはね、もう硬いと思ったんで3連とかじゃなくて、で中山にも不安があったんでサートルナーリアの復勝1万で買って1000円、110円しかつかなかったんで1000円だけ、プラスにさせていただきました。はい。で有馬記念はね、やらかしちゃったので、やらかしてしまったので、ね、シュバルグランから行ってたんです。もうメインで行ってたんで大きく張りすぎちゃったんで、で、ギャラクシー、最終のギャラクシーだけ引っ掛けまして、っていう感じです。はい。ちょっとね、有馬記念のダメージがでかいもんで、ちょっとしばらくは競馬の方ね、動画上げるかもしれないですけど、馬券の方はちょっと控えようかなと思ってます。もしかしたらちょっと自分の方がね、勉強しなきゃいけないので、ちょっといろいろありまして勉強もしなきゃいけないので、動画の方、上げられないことがあるかもしれませんけど、ご了承ください。はい。で、私はですね、もうここはもうゴールドドリームでいけんのかなと思います。このレースは昨年も僕引っ掛けて抑えで当たってますけど、鳥紙で。で、過去ね、東京大賞典は5回、過去10年で5回ほど当たってると思うんですけど、まあ、メソッド通り決まりやすいんで、多いっていうのは。で、まあ、昨年はそうではなかったですけど、世相を表すっていう感じだったら、ゴールドドリームかなと思います。一昨年はね、アポロケンタッキーが勝ったんですけど、その年も当ててるんですけど、その年って流行したのが、ピコ太郎で、アポペンでね、うん、アポでアポロペンケンタッキーっていうね、ことがあった、ことを僕は動画で言ってたと思います。はい。今年もあります。はい。イースターでしょうと。カモン USA ですよね。はい。ダパンプってことで流行りましたから、USA ハマりましたから、イースターで13番。はい。で、まあ、USA って言えば、アメリカンドリームみたいなのが引っかかりますからね。イッサってことで、13番、ゴールドドリーム。これは、3着内は硬いだろうと。はい、思います。で、僕、このレースも、この馬の副賞 1.1 倍つくんだったら、負けないんで、副賞1本だけで、しとこうかなと思ってます。はい。かといって、3連の予想は一応しときたいと思います。はい。僕は、ゴールドドリームの副賞110円つくんだったら、1万買って1万1000円にします。昨日同様にね。はい。ゴールドドリーム、軸で、本命で。ただ、ベストの距離じゃないと思います。2000メートル。2000メートルの大井の舞台、KT ブレイブ、が良さそうですね。帝王賞見てると。はい。KT ブレイブ、そうですね。なので、まあ、3歳馬同士で決まるんであれば、5、6、13なんてのもあるかと思いますし、まあ、普通に5、7、13で固く収まるかもしれませんし、あとはですね、そうですね。こう。あとは、5、11、13。うん。あとは2、5、13。まあ、硬いところで言えばそういう風になりますかね。クリストライト、エイコン。これが、やっぱり穴かなと思ってます。
モジアナフレーバーとかも非常に臭いんですけどね。そうすると、オメガが来なかった場合とかね、考えると2413なんて、少々買ってみるのは面白いかなと思いますけどね。2413、4113、紐が荒れる場合ですけどね。はい。まあでも大型、この5713が第一本線で考えて、サウンドトゥルーは、今回から地方所属になるんですけど、最後、大井外届くんで、最後来るかなっていうふうにも思えますんでね。そうですね。今言った解明でしょうね。大体は。はい。まあでもサウンドトゥルー来るんだってもやっぱり5713が硬いのかなと思ってますけど、KT ブレイブは前走も言ったようにね、中京競馬場の西日があってそれを気にして走らなかったので、まあ今日重馬場でどうかっていうところはあるんですけど、巻き返しはあるかなと思ってます。もう掲示板ぐらいだったら全然ある、巻き返せると思ってます。はい。今日は以上です。はい。ゴールドドリームの副賞で買えばいいのかななんて、思ってます。で、僕はもう有馬記念負けたんで、メルカリでこういったものを売ったりとか、してます。これは、500円ぐらいで仕入れて、まあ、1500円ぐらいで売れるんですけど、はい。よかったらやってみてはいかがでしょうか。で、僕、これですね。人生ゲーム。はい。これ、仕入れただです。そうですね。年末ということで、これ捨ててあったんですよね。人生ゲームが。はい。ゴミステーションに。はい。で、中身確認して、取扱説明書とか中身確認して、ちゃんとあって、で、拭いたりとかいろいろして、で、メルカリで出品しました。仕入れただなんで、持ってきたんで、拾ってきたんで。仕入れただで、メルカリで出品しましたら、1777円で売れました。はい。まあ、10% ね、メルカリの場合はね、手数料取られますから、まあ、1700円ですかね。うん。これは美味しかったですね。はい。まあ、このようにね、売れるんで、メルカリとかはね。で、今、ヤフーショッピングのね、ポイント利用して、ケーブル出品してるんですけど、まだ売れてませんけど、安いんでね。こうやって、ちまちま、ちりつもでね、補填で、稼いでいこうかなと思ってます。はい。まあ、これからね、今日で競馬の予想多分終わるとは思うんですけど、来年ね、金杯からスタートするか、もしくはちょっとお休みするか分かりませんけど、馬券の方はしばらくお休みしようかなと思ってます。ただ、日刊現代の方で、僕、火曜日の紙面で、当選しました。ちょっと名前は伏せますけど、当選しちゃいました。はい。今年からハガキ出してたんですけど、春ぐらいからかな。うん。日経新春杯の馬券当たりました。はい。まあ、有馬ではブラストワンピースにしなかったんですけど、馬券のね、有馬記念勝ち馬クイズでね、ブラストワンピースと書いてハガキで送ってるんですよ。で、その中から抽選で当たってます。はい。まあ、この記者のね、つづさんっていう記者なのかな。うん。その人の日経新春杯の、予想と買い目がね、当たるか分かりませんけど、その、ちょっと当たればね、面白いかなと思ってます。日刊現代といえばね、ローズステックスで26万馬券というね、馬券プレゼント成功している、馬券プレゼントも輩出してますんでね。ちょっとそこら辺に望みたい、望みを託したいなと思ってます。はい、今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。